こういう感じのナビゴ、ボンジュールアルアテーペ、私今から乗りますっていうアピールを運転手さんにこうしてください。こうやってガッチャンってレバーを開けないとすごく遠くまで走っていく。皆さんこんにちは、パリカフェに来ております。一度これは企画としてやっておきたいなと思ったのが、パリのメトロの乗り方です。車も渋滞してたりとか、いろいろ交通機関としてはメトロに乗れたらすごく便利なので、ただね、最近紙のチケットがどんどん廃止になってくる方向だったりとか、反面アプリとかを駆使すればすごく簡単に切符が買えたりするので、ちょっとそのハウトゥーを少しいろんな情報を交えながら紹介していけば、これからパリにいらっしゃる方がどうやって使ったらいいんだろうって悩まなくて済むのかなと思いましたので、ちょっと軽く紹介させていただきたいと思います。今日はパリのコーディネーターをしてくださっている、そしてお友達でもある松本さんにお話を一緒に伺っていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まずはですね、先ほども触れたんですが、もう紙のこういうカルネっていうチケットは昔は束とかでも買えましたかね。なんか駅じゃないところの、カウンターのタバコ屋さんみたいなところでも、カルネくださいとか言って10枚くださいとか言って、それで私は今まで乗ってたんですが、今はこういうね、こういう感じのナビゴ、ここにチャージをして使うのが主流になっています。これのチャージは、自動券売機でこうしたりもするんですが、アプリでトップアップでこうやってピッてやってチャージすることもできるんですね。なのでこの紙自体はいろんな駅 の, カウンターっていうんですかね、窓口に行ってカードくださいって言えば買うことができます。このカードでね、行けるのがパリ市内なんですね。主にそこから先の場所に行くには新たにまたチケットを買わないといけないので、ディズニーランド行きとかっていう時は券売機でこう選んで買う必要があります。メトロ の, ワンデーパスもあるんですけど、1週間のパスが月曜日発行、この買った日から1週間だろうと思って1週間のものを買ったら数日で終わっちゃったんですね。デジタルになったんだからもう買った日計算でいいじゃん、1週間使わせてよって思ったんだけど、今のところはまだ月曜日始まりなので、ワンウィークパスの時はちょっと気をつけた方がいいかなと思いました。でそれからあとですね、私たちがイメージする地下鉄よりも随分小さいんです、規模が。一駅ごとが数百メートルなんですね。直線の駅だったりすると、隣のも駅がこうやって目で見ることができるんですね。なので、まあ、4、5駅ぐらいだったら1キロぐらいってこともまあまああるので、数駅だったらもしかしたら歩いてもいいかもねっていうこともあるかと思います。あとね、エスカレーターとかあんまりないんですけど、コロコロコロってやつ持ってたら誰か助けてくれるとは思います。そういう時にはありがとう、メルシーっていう感じで、言っていただければと思います。勝手に開かない、勝手に開かない電車もあります。こうやってガッチャンってレバーを開けないとそもそも扉が開かないこともあるので、まあ、周りの人見てたらね、分かるとは思うので、必ずスーッて開くわけではないので、駅のこの表示でね、光がついてて、ランプがついてて、これから向かうとこが光ってたりするんですけど、たまにそれ壊れてたりとか、それの表示とこの目の前で見てる駅の表示が違ったりするので、決して油断はしない。電車にこの方向に乗ったとて、ちゃんとこう止まる駅も途中で見ておいた方がいいのかなと思います。やっぱり外れれば外れるほど本数も少なくなってて、帰ることも難しくなってきちゃうと思うの で, であとこれは大きいラインでよくあるんですが、すごくホームが長すぎて電車が短くてすごく遠くまで走っていく、電車が来たらあ、全然ここ止まんなかったって言って、そういったこともあるので、下見るとね、トレインクフとかトレインロングとか、短い電車長い電車ってホームに書いてあったりするので、そういうのちょっとチェックして、あまり遠くに行かない系の電車だったらちょっと短い想定でちょっと先の方に進んでおくとか、なんか TGV とかで、なんかすごい遠い車両って時ありますよね。ある TGV っていう新幹線に乗る時もなんかね、こうものすごい
長すぎて自分の乗る車両がものすごい遠かったりとか、なので早めに駅に着くことが大事かなと思います。こういうね、フランスのボンジュール・アール・ア・テーペー、こんなんとかでピピってやったりとか、バスの待ち時間とか交通情報とか、そういったことも全般的に見ることができますので、あと私この SNCF コレクトみたいな、こういう SNCF コレクト、これでもチャージしたりできます。であと郊外に行くときも、これでアプリで、チケット取ったりとか変更したりとかっていうことができて、でこの中の QR コードでも改札通ったりとかピッピッピッってできたりするので、この2つはダウンロードしておいてもいいかもしれないです。基本的に言語は選べるとしたらフランス語あるいは英語のことが多いので、英語を翻訳しながら使ったりするのがいいかもしれないです。最近携帯にチケットを入れられるっていう方法もなんかだんだんそうなってきたみたいな、こういう携帯の中にチケットを入れられたら、イーチケット入れられたら携帯とつながった時計でピッと、でそれメトロも行くことができるんじゃないかっていう、これから。なるほど、今まで TGV はそうでしたね。そうですよね、ここに QR コードが出てみたいな、アップルウォレットに入ってくれますよね。飛行機とかもそうですね。なのでロンドンの地下鉄とかロンドンのバスとかはもうクレジットカードでそのまま乗れたんですね。ちょっとそれも怖いんだけど、もしかしたら今後そういう風にどんどん進化していく可能性があるので、いろんな最新情報はちょっとネットとかで調べつつ、こんな方法もあるんだっていうのをアップデートしながら乗ってみるといいかもしれないですね。あとバスもね、停留所で待ってても手挙げないと止まってくんない、1個の停留所にいろんなバスが来たりするので、私今から乗りますっていうアピールを運転手さんにこうしてくださいなのでそれでも、ね、無視されることもあるんだけど、急いでたりするとね、とりあえずバス来たら私乗りますアピールも必要だと思います。あとバスに乗ったら乗ったで、日本もそうなんですけど、次降りますはボタンを押すというシステムになってるんですが、前にアハヤテモンデでしたっけ、アハヤテモンデかな、アハヤテモンデかな、とりあえず次止まりますみたいな赤いランプがつくので、それがついてなかったら止まってくれないので、もし、これついてるのかなっていう怪しいのがあったら、次止まりますとか止まってアハヤテモンデアハヤテプレとかいう感じで、乗るときも私結構ボンジューって運転する方に挨拶したりもするんですが、とりあえずコミュニケーション取りながら、バスとか乗っていただければと思います。でも本当便利だし、運転手さんも乗ってるし、安全といえば安全ですよね。で結構夜遅くまで走ってたりもするし、ただちょっとね、渋滞に巻き込まれたりとかすると、ややこしいとは思うけど、常にその時間との戦いが、そう、時間に余裕を持って、もう繰り返しね、これはもう時間に余裕を持って、カツカツの旅はちょっと大変になっちゃうと思います。ちゃんと気をつけて乗っていればすごく便利なものなので、ぜひ活用して移動していただければなと思います。というわけで今回、パリのメトロについて、紹介させていただきました。もうちょっと分かりやすくしてほしいとか、こんな乗り方ってあるのみたいなこととかありましたら、またコメント欄とかで、言っていただければと思います。それでは